もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがね。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の者に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ？伊達さんの連れなんだろう？さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ？あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ああ！いやー、ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘？マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに？たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんでよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ？やっぱり会わずにいた方が良かったか？死ぬまでにやりてえことには入らねえか。
太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしているけど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥かや春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだアリア。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください、暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよありゃ、大輝のやつできすぎだろ。ああ本当だな。さあ行くかよ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あー、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっと。お客様しっかり。なんてことを、警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。ひでえな、おりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。あの
よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。そうか。お客さん？消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そっか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした？誰かって？もしかして桐生のことか？え、お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大道ジッパが黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがな、この耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、
こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。もしもし。伊達だ、キリュウ。この間俺と偉人町で飲んだ店覚えてるか？ああ、覚えてる。手が空いたら顔出しに来てくれ。お前が来るまで一人で飲んでるからな。そんなことしてると体壊すぞ。俺の健康が心配なら早めに来い。じゃあ待ってるぜ。とまあそんなわけでよ、あのあと太一は無事沖縄に帰ってった。空港まで見送りに行ってきたんだ。たっぷり東京土産も持たせたぜ。キャバクラで殴られた埋め合わせにと思ってよ。そうか、太一のやつ世話かけやがって。ありがとうな、伊達さん。待った、礼を言うのはまだ早いぜ。今日はこれから先の話がしたくてな。ん？お前、太一の他にも会いたい奴がいるだろう。もう何年も死んだふりして孤立してたんだ。自分の死を偽装した以上、もう昔の知り合いには会わねえ。それが大道寺一派との約束だからな。俺が日陰者で生きる限りは奴らも味方だ。けど問題が起きたよな。この間の動画で桐生一馬死亡説はだいぶ揺らいでる。あれの拡散は不可抗力だったわけで、大道寺は何も言ってきてねえんだろ。まあ今のところは。思った通りだ。あいつらだって万能じゃねえし、昔と比べたら力も衰えた。何が言いたいんだ、伊達さん。つまり今のこの状況なら大道寺も少しぐらい多めに見てくれるんじゃねえのか。お前が昔の知り合いとニアミスしたところで大道寺はもうとやかく行ってこねえ可能性が高いかもな。でも俺は相手が誰だろうと一度決めた約束は守る。いや、そりゃそうなんだがよ、太一の時みてえな感じならいいだろ。お前は離れて見るだけ、存在にも気づかせない。そういう相方なら大道寺も文句ねえさ。俺が大道寺の人間ならいい気はしねえ。やれやれ、なかなか乗ってこねえな。そういやお前、最近の神室町の様子は知ってるか。東条会と近江連合がいなくなって極道は見かけない。代わりに半グレが目につくようになった。あいつらは良くも悪くも動きが目立たねえ。警察としては状況把握が難しくなったと言える。
なるほど。それで？そんな神室町が気に食わなくなったのか、しばらく前から秋山が音信不通になってる。ん？秋山が？音信不通って、伊達さんがあいつと最後に連絡を取ったのはいつだ？東条会と近江の大解散の時だ。そこに桐生一馬が現れたって噂が立ったもんでな。秋山は方々でその噂の裏を取ろうとしたんだが、信憑性の高い噂とまでしか確認できなかった。俺に連絡よこしてきたのもその調査の一環でだ。だがそれ以来こっちから電話をかけても通じない。町からも姿を消してるみてえだ。じゃあ失踪したってことか。無事なのかあいつは。俺も気になって最近探し始めたとこだよ。すぐには見つからんだろうが、警察の力もフル活用する。でもどうだ、やっぱり昔の仲間がどうしてるか気になるもんだろ。確かに気になって仕方がない。どうしてるか知れるもんなら知りたいと思う。だろう、そう来なくちゃな。俺もお前の立場なら絶対そう思ったはずだ。だから今日もここに呼んだんだよ。俺にどうしろってんだ、伊達さん。前にも言ったはずだぜ。俺はお前のエンディングノートとやらを充実させてやりたいんだ。だから大道寺との約束は破らない範囲内で、お前なりに昔の仲間たちと区切りをつけるといい。俺がその段取りをつけるからよ。秋山だっていずれ俺が必ず見つけてくる。伊達さん、他に会っておきたい奴はいないか。ほら神室町を思い浮かべてみろよ。あの町はお前が青春の大半を過ごした場所だ。一緒に青春を過ごした仲間はもうほとんど死んだよ。おやっさんにユーミン、それに錦、みんなにはこの前墓参りで挨拶を済ませてきた。もうすぐ俺も会いに行くってな。たく、わかった。じゃあそいつらは最後のお楽しみにとっとけ。でも他にだって会いたい奴はいるだろ。そんなことねえのか。え？伊達さんの娘は元気にしてるのか。あ？さやか？うん、元気だよ。結婚して子供も3人いる。じゃあもうおじいちゃんになっていたのか。よかったな。なんですぐにそれを言わなかった。今は俺の話をする時間じゃねえからだよ。いいか、お前が会っておきたい人間の話だ。じっくり時間かけてもいい。まずは神室町の住人だ。誰か思い浮かべてみろ。神室町で会いたい人間といえば、そうだな、和樹と優也とか。ほらな、やっぱりいたじゃねえか、和樹と優也か。あいつらなら元気にしてるぞ。一時期スターダストは韓国マフィアに乗っ取られてたんだが、今はもう再建できたはずだ。へえ、おー、そうだったのか。よし、そうと決まればあとはどうやってお前をあいつらと合わせるかだな。一応大道寺いっぱい言い訳できるような状況にしとかねえと。また太一の時みてえに場所をセッティングする。それまで少し時間をもらうぞ。分かった。あんたの行為に甘えさせてもらうよ。ありがとうな、伊達さん。なに、俺が好きでやってることだ。
お前は全然気にしなくてもいいんだよ。もしもし、伊達だ、桐生。手が空いたらハーバーライトに来てくれるか。そこからカムロ町に移動するんでな。しっかり準備してからでいいぞ。わかった、そうする。よし、来たな、桐生。いいか、これからカムロ町に向かう。もう準備はできてるんだよな。ああ、行こう。目的地はスターダストだ。今日は和樹と優也が揃って店に出てる。あいつらに会いに行こう。お前のエンディングノートを充実させるんだ。さあ、もうすぐ見えてくるぜ。カムロ町の老舗ホストクラブ、スターダストだ。老舗か。もうそんな扱いになってるんだな。何年か前にジンゴン派に乗っ取られて、一時期はだいぶ様変わりしてた。今は一周回って昔ながらのホストクラブって感じに戻ってる。和樹オーナーの方針だし。昔ながらってのは、ああいう感じで大立ち回りすることか。あ？ユーヤだ。ああ。たく何やってんだ。こんな街中で騒がせやがって。半グレだかなんだか知らねえがな、うちは登場会にだってみかじめは払わなかったんだよ。さっさと消えろ、もう二度と来るな。に、いいのか、後悔させてやんぞ。そんな安い脅し文句しか出ねえのか。それじゃあ今のカムロ町には通用しねえぞ。てめえの方こそうちに手出したことを後悔するんだな。うれ、キャー。え、あれもしかして、やだ嘘、お疲れさん、ユヤ。相変わらず怖いもんなしだな。カズキさん、俺がこの店守ってますから、安心してお客さんたちを楽しませてあげてください。お前も中にいてもらわないと盛り上がらないんだ。さあ、来いよ。まだまだ働いてもらうぞ。うっす。盛況みたいだな、スターダストは。どうやらそうらしい。おかげであいつらの元気そうな様子をこの目で見られたよ。そうか。いや、大したもんだな、お宅のオーナーは。さっきの見てたぜ。え？ああ、そうっすか。チンピラがみかじめセビリに来てたんだろ。まんまと返り討ちにしてやったな。見た感じ店の調子も良さそうじゃねえか。そうっすね。うちは昔ながらのホストクラブでしょ。時代遅れの店って笑われることもあります。でも和樹さんがオーナーに復帰して
昔馴染みが少しずつ戻ってきてて、新しく若いファンまで増えてるんですよ。俺らも和樹さんたちに負けてらんねえっす。随分と慕われてるんだな、和樹も言うやん。そりゃあまあ、あの二人は別格です。昔からずっと神室町を生き抜いてきた人たちですから。この店も実は何年か前にジンゴンハって韓国人のマフィアに乗っ取られてたんですけどね。金に物言わせて、暴力もちらつかせて、大変だったみたいですよ。ああ、あの頃ジンゴンハはスターダストを神室町進出の足がかりにしてたからな。おじさん詳しいっすね。けどね、それには訳があったんですよ。うん？結局のところ、ジンゴン派に目つけられたのは町の抗争のとばっちりだったんです。そもそもジンゴン派は大昔に一度東城会のヤクザからボコボコにされてんですよね。おじさんたちくらいの年なら知ってるでしょ。ほら、道島の竜ってすげえ強かったヤクザ。ああ、名前くらいは聞いたことがある。ダメですよ、この町の通を気取るんなら桐生一馬は抑えておかなきゃ。でね、その桐生さんっていうのがほとんど一人で尋問派をボコったわけです。和樹さんと優也さんはそれまでにもちょくちょく桐生さんと仲良くしてたんですね。だからその後復活した尋問派は報復として真っ先にスターダストを乗っ取ったんですよ。つまり和樹さんたちは桐生一馬のとばっちりで店をめちゃくちゃにされたわけ。いや、それはちょっと違うんじゃねえのかなあ。そうすか。裏社会の抗争で迷惑かけられんのはいつだってまっとうにやってる堅気ですよ。まあ人言派は今じゃもう完全に潰れましたし、桐生さんも死んじゃったらしいっすけどね。連中のせいでどれだけ和樹さんが店取り戻すのに苦労したことか。方々から金借りて、いろんな人たちにこれ以上ないくらい頭下げて、もしもあの世に声が届くもんなら俺から桐生たちにバシッと文句言ってやりたいっすよ。なるほど、そうだな。確かにその通りだ。おい邪魔したな。時間取らせて悪かった。ああ、いやいや、これくらい別に全然。おい、どこ行くんだよ。これで終わりじゃねえぞ。和樹と優也には後でセレナに来るように言ってやる。和樹と優也をセレナに呼んでるのか。ああ、もちろんお前は直接会えるわけじゃない。それでもあいつらの声を間近に聞くくらいはできる。いや、俺はあいつらが元気にやってるのを見られただけでもう十分だ。まあそう言うなって。安心しろ、さっきのホストはああ言ってたかよ。和樹も優也もお前を恨みになんて思っちゃいねえぞ。そんな恨み節は一度も聞いたことがねえ。だが俺は。たく、いいから来いよ。わざわざ神室町まで出向いてもらったんだ。最後までツアーを満喫してってくれや。よう、いらっしゃい。待ってたぜ、和樹、優也。こちらこそ、お招きありがとうございます。いやあ、伊達さんに声をかけてもらえるなんて、神室町じゃ伝説の刑事さんですからね。そんな見えついたお世辞じゃスターダストも先が知れてるぜ、優也。お世辞なんかじゃないですって。俺はいつだって本音しか言わねえっすから。そうかい。ところで、今日ってこれお店空いてますけど貸し切りですか？いや、そういうわけじゃねえ。今くらいの時間はちょうど客が来ねえんだよ。おい、優也、なんか失礼だぞ。でも和樹さんも正直そう思いましたよね。お前ね、俺を巻き込むのはやめてくれる？本当にすみません、伊達さん。あ、
そうだ伊達さん、聞いてくださいよ。さっきうちに半グレがみかじめ背びりに来たんです。ああ知ってるよ。ちょうど遠目に見てたんだ。かっこよかったぜ。まあ刑事の立場としては喧嘩沙汰を大っぴらに褒めるわけにはいかねえが。伊達さんも見てたんですね。いやしかしスターダストの店先で喧嘩するなんて、なんか久々に思い出しちゃいましたよ。ん？何をだ？ふっ、俺にはわかるよ。多分お前と同じことを思い出してた。やっぱりそうですよね。おい、何だってんだよ。昔あんな感じで優也はヤクザと喧嘩してたんです。そのうちの一人が桐生さんでした。なるほど、そうだったのか。あれはもう20年近く前になるのかな。ええ、そうです。めちゃくちゃに強かったですよ、あの人は。対問所は俺もめったに負けなかったんすけど、最初はみかじめ目的のヤクザにしか見えなかったんですよね。その時堂島の竜が相手だったとは夢にも思わなかったわけだ。早いもんですよね。桐生さんが亡くなったって聞いてからもう何年も経ちます。それでも俺は未だに信じられねえ。優也は桐生さんがいつかフラッと店に来るんじゃないかってボトルを用意してるんです。それもうちの店にある一番高い酒をね。困ったもんです。もったいない。いや、優也の気持ちはわかるよ。俺だってあいつが死んだなんて信じられねえ。この町であの人を知ってるもんはきっとみんな同じ気持ちでいるはずです。けどよ、あいつと関わってると面倒ごとに巻き込まれることも多かったよな。スターダストなんてもろにそれで迷惑被った口だろ。さっき店に立ってたホストがそう言ってたぜ。確かにそれはそうですね。大体あの人が来るときは厄介事を抱えてました。とばっちり食ってるなと感じることもしょっちゅうだったし、あれ今になって桐生さんをこんな風に言ったら俺ちょっと卑怯ですかね。いいさ、溜め込んでることがあんなら全部ここで吐き出しちまえよ。けどその厄介事に一番体張っていたのも桐生さんです。あの人の歯食いしばってる姿を見てると俺らは何も文句なんか言えなくなっちまう。例えば初めて会った時、あの人は登場会を一人で敵に回して戦おうとしていました。そして組の金庫から消えた100億をめぐってその鍵を握る少女を守りきった。あの時の桐生さんの背中を思い出すたびに俺たちも何度奮い立たされてきたことか。ちょっと何か人生でうまくいかない時期があっても頑張れる気がするんですよ。え、そんな桐生さんだから俺らはいつまでたっても帰ってくる気がしちまうんです。ねえ伊達さん。ん？今日俺らを呼んでくれたのってなんでですか？もしかしたら何かあったんじゃ。何かって？そうですね、実は桐生さんのことで新たな事実が判明した。もっと言えばやっぱりあの人は死んでなんかいなかったとか。何言ってんだよ、なんじゃねえ。俺はただ久々にお前らの声が聞きたくてよ。そっか、そうですよね。ちょっと当てが外れちゃいましたかね。うん。お前ら、和樹さんはいつだって桐生さんに恥ずかしくねえようにしたいってそう言ってスターダストの所有権も必死になって取り返したんですよ。ああ大変だったろ。でもおかげでスターダストは昔の輝きを取り戻しつつある。神室町のこの辺一帯もだ。それは旗目にもよくわかるよ。今のスターダストは桐生さんに見せても決して恥ずかしい店じゃありません。だからもう一度見てほしかったですよ。俺も優也のボトルを笑えませんね。大丈夫だ、あいつはきっと
ちゃんとお前らの頑張りを見てるさ。間違いねえ。俺はそう確信してるぜ。今日は長々と付き合わせちまったな。忙しいだろうに悪かったよ。あんたが謝ることなんかねえよ。こっちこそ手間を取らせた。和樹も優也もずっと変わらずお前を慕ってる。言った通りだったろ。お前がカムロ町で戦ってきた一つ一つの記憶が今でもあの町の住人の励みだ。それを知ってお前はどう思った？正直に言えば嬉しかった。自分の葬式の参列者の話を盗み聞きしてるみたいだったかな。確かにな。ちげえねえ。自分がどんな生き方をしてきたかわかるよな。てめえの葬式の席ってな。中には死んで清々したなんていうやつもいるだろう。でもお前はそんなんじゃなかった。俺はお前にそのことを思い知らせてやるつもりだ。次も誰か新しいゲストを引き合わせるよ。楽しみに待っててくれ。ごちそうさん。また来るよ。おう、またな桐生。準備ができ次第すぐに連絡するからよ。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、実はよ、今回お前に会わせたいゲストはたまたま偉人町に来てるって連中なんだ。なんだたまたまって。そいつらを呼び出したのは俺じゃなくて横浜清流会さ。海老名が極道の第二次大解散を見据えて地方の組織にも声をかけてるだろ。でその招きに応じて会合に来たのが今回のゲストだ。はるばる広島は尾道からな。尾道から。広島陽明連合会の直系広瀬一家の田頭と松永、この二人がまさに今偉人町に来てる。田頭と松永か。連中にとっては清流会がどれほどのもんかの視察らしい。あいにく頭の南雲は広島に残って留守番だ。視察？海老名の第二次大解散が実現すれば全国の極道組織にも影響が出る。どこの組だってみんな横浜の動きには知らんふりできねえ。で田頭と松永が広島の陽明連合会を代表して清流会を視察に来たんだ。ほう、あいつらが広島の代表とはな。前は広瀬一家も弱小だったがよ、最近じゃあっちでちょっとした顔になってる。
一家の総長だった広瀬透の意向だろう。広瀬は陽明連合会の先代クルス・タケルに忠実に仕えて何十年も自分の手を汚し続けて死んだ。きっとその功績が評価されたんだろう。広瀬の残した一家は直系に格上げになったんだ。おかげで高城と松永も本家の幹部として扱われている。なかなか羽振り良さそうだったぜ。そうか、なるほど。なんだよ、あんまり嬉しそうじゃねえな。別に会いたくなかったか？そういうわけじゃねえ。ただ向こうは俺が生きてると知ったら気に食わねえかもな。あ？なんでそうなるんだよ。もともと広瀬一家って組は小さくあったが、なんとも居心地のいい場所だった。そこへ俺が現れた途端に全てが一変したんだ。広瀬の親分を死なせるきっかけにもなった。俺が広島に首を突っ込まなきゃ、今も田頭たちは親を失わずに住んでいたかもしれない。その言い訳もケツを拭くこともしねえで、今日まで俺は死んだことになってるんだ。実際あいつらに合わせる顔がねえ。ならちょうどいいだろう。お前はまた和樹たちの時みたいに隠れてるんだ。どうせ田頭たちとは顔合わせちゃいけねえんだし、かえってすっぱり割り切れるよな。まあな。それに広島はお前が死んだとされる土地だ。少し大げさに言えば桐生一馬終焉の地。田頭も松永もその場に居合わせてた。お前の死に際を見てどう思ったか、ちっとは興味あるんじゃねえのか。なんだか意地の悪い言い方だ。俺にそんな覗き趣味はねえぞ。まあこのタイミングで偉人町に来るなんてきっと何かの縁だぜ。じゃあ行くとするか。田頭たちがどこにいるかは調べてある。このすぐ近くの店で飲んでるんだ。見えるか桐生、田頭と松永だ。ああ、二人とも全然変わってねえな。昔会った頃のままだ。いや、そうでもねえか。周りに若い衆を控えさせるようになった。クソが、わしらいつまで小川の扱いじゃ。わざわざ横浜組んだりまで来てやったのに。おう、招かれざる客っちゅうわけじゃの。なめられたもんじゃ。清流会のボンクラども、わしらが広島でどれほどのもんか分かっとらんわ。なんだか機嫌が悪そうだな。女の子が席につかねえもんでイラついてるってところか。さあ、こっから覗いてるだけじゃ分からねえ。よし来た、任せとけ。あいつらの事情は俺が直接聞き出してくるさ。伊達さん、何する気だ。俺は大道寺に行動を制限されてないもんでね、お前と違って何でも自由に振る舞えるんだ。おい伊達さん。あ、何ならあんだ。警視庁の刑事で伊達ってもんだ。この名前に聞き覚えはねえか。わしら東京のデカなんぞ誰も知りませんわ。さっさと消えて使わせ。でないとそこの若いもんはまだしつけができとらんけ、噛みつかれて怪我しても知らんで。へえ、おやおや、そいつは穏やかじゃねえな。なんじゃい、口だけじゃ思われとるんかのわしは。
ちょ待てや田頭、東京の刑事で伊達言うたら、キリーの兄貴が世話になっとった人じゃないんか。え、あ、そういえば、いや、じゃけどそんなんがなんでここに。広瀬一家の田頭に松永だよな。よかったら一杯おごらせてくれないか。今日は仕事じゃねえし、手帳ちらつかせる気もねえんだけど、いいだろ、女の子はいねえし退屈そうだ。まあ確かにそうじゃの。ええんですか兄貴、わしデカと飲むなんて気進まんけど。ええんじゃ、伊達さんも言ったじゃろ、手帳なし肩書き抜きのただのおしゃべりじゃ。ほいじゃけデカと飲むっちゅう話じゃないわの。うそうじゃろ伊達さん。ああ、あんたの言う通りだよ。まあ松永の兄貴がええっちゅうんならわしもそれで。お、ありがとな。それにしても二人さん、なんだかイラついてるように見えるな。どうした、なんかあったのかい。なんかあったのかじゃありませんわ。横浜には呼ばれてきたのに、ずっとよそ者扱いで、ここらの元極道たちがみんなしてわしらを煙たがっとるんですわ。清流館に用意したビジネスの口も限りがあるけ、わざわざ遠くから来るなっちゅうことじゃろ。自分らの取り分が減らんか心配しとるんじゃ。ほら見てくださいや、みんなわしらを気にしとります。そのくせ挨拶してくるわけでもありやせん。なんだよ、ここの客はみんな元極道か。今偉人町は元東条会やら元近江連合で溢れとりますけ、は、別にわしらは広島で十分食えとるんじゃ、わざわざここに来んでもよかったんですわ。おいでも陽明連合会の本家が頼む言うもんで仕方のう来とるんじゃ。もしかしてこのテーブルだけずっと女の子がつかないのも嫌がらせだったのか。ここらじゃめぼしい女も少なくてな、広島の田舎もんにまで回してる余裕がねえんだよ。なんじゃとこら、物欲しそうな顔しやがって。たかりに来てんじゃねえぞこのクソ虫が。はぐれもんがよう言うたの、その度胸だけは褒めたるわ。踊れら吐いた唾飲まんとけよ。お広島弁の勢いだけだろ、そんなんでごまかされっか。てめえらはこの町から出てけ、嫌なら俺らが叩き出してやるよ。なんじゃい踊れは。おい、お前が出てきちゃダメだろ。きあ、キリュウイン。キリュウイン、伊達さんの知り合いな。いや、どうだっけな。お前らみたいな大幹部が広島の看板しょってよその土地で喧嘩すんのか、大ごとになるぞ。なんじゃお前。だからここは俺に任せとけなあ伊達先輩。そうだ、こいつは俺の部下で気流院だった。よし、わかったな、お前ら手出すなよ。アホ抜かせ、俺はわしらの喧嘩じゃろうが。いいから、お前らのためにやってんだ、黙って見てろ。いや驚きましたで、強かったですの。刑事さん、さっきは本物の極道みたいじゃったわ。下手するとわしらよりも喧嘩強かったりしての。ほうか、わしはそこまで言わんで。ほいじゃが小柄な人がおるけ、警視庁は優秀なわけじゃの。
悪いな、こいつ無口なもんだよ。そこがまたええんじゃ。本物の男はそうよ。思えばあの人もそうじゃったの、兄貴。わしも思い出しとったで、たかしら。キリュウの兄貴のことをの。え、ほうじゃろ。よう見るとこの人どっかキリュウの兄貴に似とるんじゃ。いや、そうか。どうだかな。俺はお前らよりキリュウとは付き合いが長かったんだ。あいつはほら、こんなのよりずっと男前だったぞ。確かにの。よう見えたかしら。キリュウの兄貴に似とるっちゅうの褒めすぎじゃ。そりゃそうですの。まあでも名前は似てるよな、キリュウとキリュウインつって。なあ、いやどっちも強そうな名前ですけど、キリュウカズマユンはわしらにとって別格の名前なんじゃ。なんせあの人と出会ったあの時期にわしらの極道人生は何もかもが変わったもんで。まったくじゃの。何がどう変わったんだ。いい方に変わったのか、それとも。さてどうなんでしょう。キリュウの兄貴と一緒に戦ったあの時、うちの総長広瀬も本家のトップクルスも死にました。尾道に浮上したもんは表向き今も謎に包まれとる。その全てに関わったとされる兄貴が亡くなって、いろんなもんがうやむやにされよった。戦争中の汚職から戦後の権力争いまで、まるで桐生の兄貴がケツ吹かされたみたいにです。警察も何かっちゅうと桐生一馬が死んだせいでもうその先の調べが進まん、何もわからんという。まったくよう言いますわ。どう考えてもそんなわけなかろうに。おかげでお偉い政治家の先生方が何人も命拾いしたんじゃろうの。いわゆる大道寺一派と呼ばれる連中じゃ。じゃけその息がかかった陽明連合会本家もうちの組を直系に格分けしてくれましたわ。要するに広瀬一家っちゅう組織にとっては桐生の兄貴と関わっていい方向に風が吹いたわけです。わしらはもう貫禄がついたっちゅうでの、神外町の古い住人にはようからかわれてますわ。そいつはよかったな。なあ、そうだろ。おいじゃが、わしはそんなことよりもただただ虚しいんです。おう、その通りじゃ。虚しいってどういうことだ。広瀬一家の正式な組員は頭の南雲以下、もうわしらを入れて3人だけじゃ。一番の若手じゃった雄太は沖縄で幸せにやっとるけ、それはそれでもちろんええんじゃが、もう極道としてあん時ほど熱くなれることは二度とはないんと違うか。桐生の兄貴の生き様を見てしっかり血がたぎったっちゅうのに。伝説の竜桐生一馬が死ぬほどの大喧嘩にわしもおった。広島であれほどの一大事はもう起こらん。わしらはその後ずっとぬるま湯に浸かっとる。それがなんや虚しいんですわ。その点広瀬のおやっさんはきっと本望じゃった。最後にはあの桐生一馬と拳を交えて眩しく散って、死に顔もなんやすっきりした表情での。おう、ほうじゃったの。
クルス・タケルの汚れ仕事を請け負う裏の顔から解放されたってこともあるんじゃろう。おいでもあんなかっこええ死に方するんは極道の花じゃ。じゃけさっきみたいなつまらん連中との喧嘩でもわしら喜んで買うつもりじゃったわ。わしらを止めたんが警察のお人じゃなかったら代わりにお相手してもらうとこじゃ。冗談じゃねえよ。おいじゃが考えてみりゃそがあな喧嘩何の足しにもならん。いつの間にか腐っとったんですかのう。わしら広瀬のおやっさんや桐生の兄貴のことなくしたもんばっか数えて何度も昔語りじゃ。いつまでもそがあなことやって偉そうにしとる。天国のあの人らに見られたら恥ずかしいわ。そのことを今日はなんでか桐生院さんの喧嘩っぷりを見て思い知らされたんじゃ。ほうじゃのう。へえ本当にそれなんでなんだろうな。ん？なんだよ急に。帰るのか。俺のおごりだ。全然遠慮なんかいらねえんだぜ。ええんです、もう帰りますわ。清流会の視察もええ加減十分ですわ。それよりも今はよう南雲の頭に土産話をしてやりたい気分なんですわ。へえ、どんな土産話だ。横浜の偉人町でわしらは偶然あの桐生の兄貴にも身を取りせん男と会うたんじゃとな。うん、頭はきっとそがなことはありえんって言うじゃろう。じゃがわしらはこう答えますわ。どんなにありえんことじゃろうがそれでもわしらはこの目で間違いなく見たと。わしもです。おお、ああそうか、わかったよ。もう引き止めねえさ。だったら最後に一つだけ伝えておくことがある。清流会から全国の極道への呼びかけは信用できない。あれには何か裏がありそうだ。広島側の話に乗るのはやめておいた方がいい。それでしたら多分大丈夫です。まだ海老名の話に釣られるほど陽明連合会の力は衰えとりませんけ。広島はこれからも一本どっこでやっていく方針になると思いますわ。今の桐生院さんの言葉でダメ押しじゃの。わしらも今夜横浜から帰ることにしますわ。そうか、それならいい。お気遣いどうも桐生院さん。なあ、あいつら気がついてたと思うか、お前の正体に。どうだろうな。ったく、そりゃあのままあいつらが喧嘩を追っ始めちまってたら陽明連合本家巻き込んでの大騒動になるとこだった。このご時世だ、広瀬一家は最悪トカゲの尻尾切りで絶縁食らってたかもしれねえ。ああ、だからってお前は出てきちゃまずいだろうが。もしバレててもこれは俺のせいじゃねえからな。別に責めてなんかいねえだろ。むしろ感謝してる。伊達さんの強引なセッティングがなきゃあいつらと話す機会は持てなかった。俺は広島をかき回すだけかき回した挙句勝手に死んだ身なんだ。あいつらのその後を聞ける立場じゃねえ。ずっと気にかかってはいた。だったらよかった。ごちそうさん。また来るよ。おう、じゃあまたな桐生。
もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、今回のゲストは九州からだ。長須タクシーの中島社長。中島社長。お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃、しばらく世話になったって話だったろ。おい、どうした。まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。覚えてるよ。俺はそこまで恩知らずじゃねえ。だがもう二度と会えないだろうと思ってた。仇の人で、あれだけ長く一緒に過ごしたのは俺にとって中島社長ぐらいかな。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな、鈴木太一って。今も昔も苦労の絶えねえこった。中島社長とは電話でどんな感じだった。もういい年のはずだ。元気なのか。どうかな。そいつはお前の目で確かめてみろ。ん？もしかしてどこか悪いのか。ああ、もうそげーに飲めんちゃ。まいったな。もうそんな、社長さん遠慮しないで。今日はおごられに来たんでしょ。それはそうばってん。あ、そういや伊達さんがまだ来とらんね。どげんしたっちゃろか。俺なんかはめられとる。ぼったくられたりせんやろね。大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。伊達さん、あんたのさっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。よかった、何よりだ。だな。けど伊達さんは中島社長と面識がないよな。わざわざ九州からどうやって来させたんだ。それはまあ警視庁の職権を乱用してさ、あんたんとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってな。え？ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないか、うんぬんと。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまって。いつも言ってんだろ、これは俺が好きでやってることだ、気にすんな。10年前、あの人は俺に言ってくれたんだ。何があっても社員として戻ってこいって。どん底の俺に手を差し伸べてくれた。なのに何の礼も言えてね。分かったよ。じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目ってわけだな。
こん店は楽しかね。俺もう横浜に引っ越しましよっかね。本当に？そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。いやー、そげんこつしたらおいはすぐ挟んばい。うん？はじめまして、中島社長、私が伊達です。楽しんでいただけてますか？ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。そげんでした。刑事さんと待ち合わせやったばい。そう固くならんでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。座っても構いませんか？もちろん当たり前たい。いやー、ばってん、また鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。ただ電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で、そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて、社長に迷惑なことは承知の上です。あ、いやいや、よかよか。交通費も出してもろとるし、それに俺も鈴木さんについては同じ思いばい。無口な人やったけんど妙に記憶に残るそげん男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろうか。もしかして逮捕ばされるとやろうか。ん？ああ、いや、逮捕って、鈴木はもう何年も前に死んでますから。え？うん、そうやったとですか。知らなかったんですか？知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんがそげんこつに。いや、信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。なんか少し話が噛み合ってないかな。一応確認ですが、社長、これはご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。偽名？いや、そげのはずなかでしょう。まさかアホなこと言わんでください。いや、あれ、あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は桐生一馬。東上界で堂島の竜と呼ばれていた極道でした。あの鈴木さんが？嘘でしょ。なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。なるほど、そうきましたか。そういうことならこの写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。こいつが桐生一馬です。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。バッテン、やっぱ俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。は？なんだって？どうも俺ははっきりあんたの話はちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったらこげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。いや、
待ってください社長。なんでです？え？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで桐生を知らないふりするんです？知らんふりもなんも別の人やったばって。すいません、俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん。もうこれで。いや待ってください。もうよか、俺は帰りますけん。話してくれんね。どうしたんです？急に。どうもせんって、しつこかね。待ってください。おい、待つんだ社長。なんで、そげん大声ば出して。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。なんが？最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するに、きっと社長は最近こいつを見たんじゃないですかね。ね、それは。この動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きていると、ネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。知らんです。俺はそんな。どういうことなんだ？もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないからです。平たく言えば、仲間のことは警察に売れないって話だ。とはいえ横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。だからあんたは桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。違う、俺はそげんこつ。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず、人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね、中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は、警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか？なかったはずです。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえば、この情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか？俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、俺としてはあいつを親友だと考えています。伊達さん、そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。初めからやり直しましょう。そうやね。鈴木さんの本当の名前が桐生一馬ちゅんは、テレビのニュースで知ったとです。あん人がうちから去って、そのしばらく後、神室町で大勢の極道と大乱闘ばしたちゅうて。
そん時は会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。もちろんただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち。ここだけの話、うちの社員には過去にやんちゃしてすねに傷もっとるもんも多か。おいもそん一人ばい。やけん桐生さんの件はわざわざ警察に届けるコツもなか、そげな風に示し合わせとったとこへ今度は桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。待って、そんじゃさっきの動画は何ね。俺はもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。どげんね伊達さん。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その下の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。ノーコメント？ダメですかね。なるほど。よかよか、そん言葉だけで十分ばい。あんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やね。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうかね。伝言を預かってきてますよ。初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。そんなら俺からもアイストに伝えてほしいことが。ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい。何があっても戻ってきいって。うん、そん言葉は今も生きとる。もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。そう伊達さんの口から伝えてくれんね。今日もありがとうな、伊達さん。また一つやり残しを済ませることができたよ。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよな。あ、いや、あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。胸の奥まで染みる言葉だったよ。今の俺には特に心強かった。
もしよかったら取り消さないでくれるか。へ、そうだな。なあ、ハグするか。まだそこまで酔っちゃいねえよ。だよな。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。なんだ、どうかしたか。ああ、いや、さすがに今回は先に行っておいた方がいいだろうな。あのよ、桐生。狭山がこっち来てんだ。カオルが？ああ。さっき連絡があったんだ。どうだ。さすがのお前も悩むか。でも来た方がいい。あいつだって同じ視線くぐった戦友だろ。元気してるかぐらい確かめに来いよ。ああ、そうだな。いきなりの話で悪かったな。こっちも急な話だったんだ。勘弁してくれ。いや、わざわざすまない。じゃあ待ってるぜ。おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、じゃあ行くか。お前、狭山とはいつぶりだ。俺が沖縄に移住して以来だな。だから15年ぶりじゃ済まないか。狭山薫、出会ったのは確か2006年。もう17年前になるか。当時は府警の捜査四課、泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは登場会に関わるある事件をきっかけに出会った。そして、時限爆弾のカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か。そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たから、お話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ狭山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな、すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バーカ。ほれ、これ使え。捜査の時に使う無線イヤフォンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。
相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ。あさってにはもう。民生さんは元気にしてるのか。ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか、今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。あん時は驚かせちまって悪かったな。いいえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬黒幕論者。います、います。桐生一馬はまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。バカみたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってない奴ほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえ。ですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ。少年課に異動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい。実は大解散がきっかけなんです。大解散が。はい、大解散の後堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ、カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから。ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。彼らが後始末をするなら私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけどやりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。一途でいい女だと思いません？あのな、佐山、実はいいんだ、伊達さん。どうしたんですか？いや、全くだ。ほんと、あいつにゃもったいねえ。ありがとな、伊達さん。俺は思ったよりも過保問だったらしい。まったくだ。この色男が。佐山には本当に伝えなくてよかったのか。ああ、
何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上俺はいない方がいい。東条会四代目の辛いところか。けどよ桐生、うん、何度でも言うぜ、お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前そういうことを言うか。悪い、冗談だ。ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう、そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ああ。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。おう、来たな、桐生。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か。ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。秋山？何かあいつの近況が分かったのか。ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、いまだに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってな、そういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。
ここまで来たんだから、もう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるがどうだ。実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る、お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのは、まあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。ん？お前、そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、桐生さん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたのか。ねえ、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました？あ、いや、それは。ほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して、あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に異人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。
次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません？なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ、キリュウ。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ、俺は。もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町をあげてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど、こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構、俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや、孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと、襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかく、あんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけ者にされてムカついてないかと言われれば、答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに、勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、みさくさいにも程がある。わかりましたよ、もう責めませんよ。その代わり、また近くで見届けさせてもらいます。ん？発端は大道士の任務だったとはいえ、キリュウさん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道士との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束って、もう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。
他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道ジッパーは見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、桐生さん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ桐生さん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらはるかたちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ桐生。お前、あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな桐生。この次はゲストとして遥を連れてくる。もしかしたら遥とも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯といこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。もし伊達だ桐生。
大事な話がある。今時間作れるか。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ。ああ大丈夫だ。よかった。ドンピシャのタイミングだ。じゃあこれからセレナに来てもらう。セレナ、カムロ町まで来いってことか。じきにそこへ秋山がゲストを連れていく。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな。本当にハルカなのか。ハルとも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。伊達さん、あんたいつからそのつもりだった。ん？あんたの目的はずっと最終的に俺とハルカを合わせることだったんじゃねえのか。だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を破ることになる。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな。必ず行くんだぞ。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな。必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか？なんでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたら、きっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとはるとくんがカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして来るんですか？おじさんがここに。そうだよって言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど、もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だからおじさんに会いたいって気持ちを
私は簡単に口にすることができません。多分この先もずっと。そんな、はるかちゃん。強くなったんだな、はるか。さすが弓の娘だ。大道寺一派、ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて。あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。まったく困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか。そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした。彼のところへご案内しましょう。伊達さん。おい、大丈夫か。伊達さん。桐生一馬の名を葬る代わりに大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。桐生、お前なんだ。伊達さん。いや、どうだった。はるかには会えたのか。よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村はるかと会っていたなら、この程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。お前会わなかったのか。なんで。あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ、伊達さん。ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリア、俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬は
もう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する？どういう意味だ？俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろ。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ってんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、ヒル。生きてるな、伊達さん。重病人のお前より先に死ねねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに、あんたに甘いちまって遥にも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出した約束を破った。そのツケをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。来るな。俺を殺しても組織には隠しきれんぞ。安心しろ、殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも？いや、だがあいにく謝って責任を取ろうにも俺にはもう何もない。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と遥かや他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。ああ、伊達さんと会うことももうない。キリュウ、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああ、ご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらうよ。だがあんたともこれで最後になる。
この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああ、もう無理はすんなよ、伊達さん。せめてお前が遥と別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。遥かや朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな、さっきセレナにいる遥と秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対また拗ねるぜあいつ。ああ目に浮かぶな。もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってねえ。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのはだーま俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の理由じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何パーセントだ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな、確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたらきっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえ。伊達さん、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は
人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。生きてさえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。春日一番に力を貸している。ってあいつも手のかかる男だからな。あばよ、達者でな、伊達さん。あばよ、桐生一馬、俺の親友。